どうもみさん、リンクでございます。ハリネズミつくねの身体測定動画、何ヶ月だ ?21 ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速ね、重さ測っていきまーす。はい、つくねさん、よいしょ。ほい。ああ、やっぱそうですよね。410ということで、ちょっとね、軽くなりますよね。まあ、これには理由があるんでございます。ゆっくりとね、お話ししていきたいと思います。今回も多分、なんか、飼育用品のこととか全然喋れないと思いますんで、ご了承ください。はい、行きまーす。よいしょ。おいで。ね。よし。よいしょ。よっこいせ。さてと。丸まってるから片手で持てる。つくねさん。はい、よし。ほい。さて、つくねを置きましたんで、じゃあお話ししていこうかなと思います。まあ多分今日もずっと怒ってると思いますけどね。まあしょうがないですね。ちょっと汚いですけど、特効剤今日変えますんで許してください。はい。つくね、手術しましたというのから1ヶ月経ちまして、その1ヶ月前の動画でですね、お話ししてましたけれども、病理検査の結果でございますね。腫瘍を取ったわけですが、その腫瘍が何だったのかという結果が、出ました。はい。一番良くない結果だと思っていただければいいです。結果として考えられるパターンが何個かあったわけですけれども、その中で最も良くない結果になりました。病気の名前としましては、組織急性肉腫と呼ばれる、腫瘍でした。で、一緒に切除した、リンパ節のしこり部分にも、転移していたという形になります。組織急性肉腫って何ぞやってとこからになるんですけれども、これは別にハリネズミだけがなる病気ではありません。ハリネズミだけではありません。ハリネズミには一応、検査機関のやつではあんまり多い病気ではないようです。散発的に起こるって書いてたんで、そんなに頻繁に起こる病気ではないとのことでした。ものすごく簡単に言うと、白血病です。すごく簡単に言った場合ですよ。白血病はさすがにご存知の方が多いと思いますけども、血液の癌と言われているものでございますね。で、白血病はやっぱりまあ、骨髄とかそういったところになってくるわけです。で、それがリンパでできると、リンパ腫っていうものになるんですけれども、今回の組織急性肉腫っていうのは、白血病は骨髄のところ、で、リンパ腫はリンパのところから、それ以外の部分から、発生したものを組織急性肉腫と言います。まあ、なんで癌ってことですね、要するに。で、結局、あんまり多い病気ではないんですけれども、やっぱり結局は転移していくとね、もう治療がすごく難しくなっていくということでございまして、まあすでにもう左前足の付け根のとこからリンパ節には転移してたわけでございますけれども、一応現状ですね、レントゲンとエコーで確認していただいた限りは、それ以外のとこには転移してなさそうだというのが一応、獣医さんの見解でございます。なんか聞いた話によりますと、一応なんか肝臓に結構転移することが多いらしくて、ここから。ただまあ今のところ肝臓特になんともなさそうですねって話でした。まあただ今後ね、まだ転移したばっかりで全然表面上出てなかった、今後出てくる可能性っていうのは十二分にあります。それはあります。で、もう癌ですんで、正直結構まあ致死性は高いです。正直もう高いと言われました。はい。で、まあこの子が、つくねがですね、今後治療がものすごく、うまくいった場合も、亡くなる理由はおそらくこれになるだろうというふうには言われてます、先生から。まあもうしょうがないです。もうなってもしまってるものもしょうがないですから、もう悲観してもしょうがないなと思ってまして、今、つくねは頑張ってお薬生活になってます。この組織急性肉腫を治す方法は、まあ基本的に2パターンやと言われました。一つは抗がん剤治療ですね。まあ人間と同じですね、基本的にはね。抗がん剤の治療か、もう一つは、抗生物質とかそういった別で薬でじっくりとやっていく方法になりまして、今、つくねがやってるのは、後者の方です。抗がん剤を使わない治療方法になってます。抗がん剤の方が一番効果が高いのは間違いなく抗がん剤治療です。それはもう間違いないんですけども、なんでじゃあ抗がん剤治療しなかったかっていうことで、まあ、当然獣医さんと相談してるんですよ。当たり前ですけどもね。相談した結果なんですが、まず現状転移してないってことが一つ理由です。まずね。いや、ちょっとね、先月も言ったんですけど、手術した後、食が落ちてる感じがありますよって話をしたんですが、これやっぱり転移してたら落ちてることはあるみたいです。なんで落ちてるって聞いて、先生もしかしたら他に転移してるかもという話だったんですが、一応現状転移してないと。なんでただ単に術後の、なんていうんですかね、気分って言ったらちょっと言い方は悪いかもしれませんが、術後でちょっと、つくね自身が食事する気がちょっと落ちてるという形みたいでした。なので、
まあ一応転移はしてないということが一つで、もう一つの理由がですね、結局これね、なんかね、先生の言い方まんまいくとハリネズミだけではないみたいです。ハリネズミだからってことではないみたいです。おそらく自分の予想では、あの血液採取をちゃんとゆっくりさせてくれない動物に当てはまるんかなと思ってます。あのゆっくり落ち着いて血を取らせてくれない動物全部当てはまるんかなと思ってますけれども、まあこの子で、まあ、血液を採取しようとすると麻酔をかける必要があると、まあ、これ手術の時にも言われたんですけど、血液採取はそのままできませんと。麻酔をかけてそこから血液を取るという流れになりますと。で、抗がん剤で治療していくとですね、結局まあ白血病の仲間ですんで、まあ、血液で検査する必要が出てきますよと。術経過をね、治ってきてるとかどうかっていうのを血液で判断しますということになってくると、毎回毎回検査するたびに血液取らなあかんと。そうすると毎回麻酔かけるってことになるわけですよね。それはものすごいやっぱ体に負担がかかるわけです、この子たちにとってね。なので今現状転移してなくて、急いで抗がん剤、一番もうマックス の効果がある治療法にして、体にめちゃめちゃ負担かけるよりは、転移してないんだったら今はそんなマックスきつい治療にしなくていいんじゃないんでしょうかねっていうことになりました。なので、今は抗生物質とかそっち系の薬、抗がん剤じゃない、薬を飲むことで、治療しているという形になります。あとね、ようやったの、抗がん剤の治療は結構餌食べなくなる子がいるらしくて、現状つくね手術してから餌食いがグッと落ちましたんで、ちょっと今ここでさらに抗がん剤治療にして餌食いさらに悪くなると先生もちょっと良くないというご判断でした。なので、今は全然別の食欲をちょっと上げるためっていうのと、抗生物質系の薬で、ゆっくり飲んでます。粉薬ですね。はい。本人は嫌かもしれませんけれども、粉薬混ぜて、せこせことお薬生活をしております。一応ですね、ちょっと先生のところにもうすぐ行くんですよ。この動画撮ってる2日後ぐらいかなに先生のところ行く予定なんですが、まあ薬が効いてるようだったらこの薬継続ですし、ちょっとダメそうならまた、違う方法アプローチになったりとはすると思うんですが、今んとこあの餌食いはちょっと戻ってるかなと思います。完全に戻ったとは言わんですけど、今日なんかあんま食べてないんですけど、結構戻ってる方かなというふうな認識ではいますんで、飲む前よりは確実に食べてますね。まあなんで一応効果は出てるのかなというふうには思っております。はい、あの心配してくださった方ねたくさんいたんですけれども、まあちょっと結果はね良くなかったです。まあネズミ系の腫瘍は8割ぐらい悪性だと言われておりますんで、まあさすがに自分も良性の腫瘍ですって言われるとは思ってませんでした。そんなことはないだろうと思ってました。悪性は間違いなく悪性だろうなと思ってました。で、最悪の場合が多分癌やろうなと思ってたんで、まあその最悪のパターンにはなってしまったんですけども、まあこうやってね、つくねが別にそのだからなったからすぐなくなるとかそういったことではありませんので、ちゃんと治療する治療する知るってないよねって話、大事なところでかもね、治療する手段もあって、でそういった方法を取りながらですね、しっかりとつくねがあの少しでも長く生きられるようにね、まあ私飼い主含めて、まあ獣医の先生も一緒に頑張っていきましょうってことだったんで、あのやっていこう。ちょっとつくね戻って、ごめん、ちょそれ戻って、無理あかんあかん、ちょっと戻って、一回戻って、それはダメだから一回戻って、爪引っかかってるよ、分かったって。一回戻ろう。はい。あの、一緒に頑張っていきましょうってことだったので、まぁ、ちょっとね、どれぐらい生きられるのかもわかりませんし、まぁ、もしかしたらもう本当に転移もうこの後しないかもしれない。そういう可能性もあるわけですよ。それはわかんないです。そればっかりは、もう、つくねに定められた運命だと思いますんで、もうなったらなったで、受け入れていくしか飼い主はないと思いますんで、私にできること、きちんと病院にも連れてってあげて、お薬の治療が必要なんだったら、薬を飲ませて、まあ、少しでも一緒にいられるようにね、していきたいなと思います。まあ、さすがに苦しんでね、状態なのに延命するっていうのは、まあ、それはそれでまたかわいそうだと思いますので、その辺はあれなんですが、今現状、もりもり餌も食べて、まあ、ちょっと餌食いは落ちてましたが、だいぶ戻ってきて、うんちもブリブリして、回し車もシャコシャコ回してますんで、とりあえずはね、もっと一緒にいれるように頑張っていきたいなと思ってます。はい。まあなんで続けられる限りね、しっかりとお世話していきたいなと思いますね。それ以外のところはね、特に気になるところはないんですよ、本当に。傷口はですね、かさぶたがですね、ほぼ取れました。まだちょっと残ってますけれども、もうだいぶ取れて、本当に手術したのって思うような傷跡になってきてます。まだ完全には治ってないです。完全には治ってないですけれども、もうかなり気にならなくなってますね。まあすごいなと思います、回復力やっぱりね。まあ人間とかもそうですけどね、かさぶたになって綺麗になりますけれども、改めてすごいなと思います。特にその手術終わった後の結構グロテスクなのを見てますんで、すごいなとちょっと感心しております。はい。
そんな感じでございますかね。まあちょっと10分経ってなかったですけど、まあ10分経つでしょう。まあということでございまして、がんにはなりましたが、こうやってつくねはね変わらず毎日生きておりますんで、飼い主ともども頑張っていきたいなと思います。はい、少しでもですね、そのあんまりその今回の組織急性肉腫っていうのがハリネズミに多い症例ではないみたいなので、まだまだ症例は少ないと言われてたんで、まあ今回自分のその治療の経緯だったりとか、どうやって分かったのかとか、そういったことがですね、少しでも今後次ねハリネズミを飼育する方の助けになればなと思っております。まあなんでちょっとブログとかにも細かく書かせていただいてますんで、ちょっとねこうやって動画で配信する際もそういう話題がちょっと多くなるかもしれませんけれども、まあちょっと今後飼育されるための方のためも含めて、私の記録もあるんですけれども、その両方の意味でねしっかりとちょっと残していきたいなと思いますんで、暗い話と思われるかもしれないですけども、まあもうなるむようにしかならないと思ってますんでね、はい、そんなにあの落ち込んでたりとかそういうわけではないですけれども、しっかりとやっていきたいなと思います。はい、こんな感じですかね。じゃあちょっと最後こんな感じでまとめましたけど来月もあげますから、来月もきっと生きておりますということでございまして、今月はここまでです。見ていただいてありがとうございました。また来月の身体測定動画あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。